毎日投稿アイドルフルーツポンチの夢かソルとパーン。本日の企画はスカートがどんどん短くなっていくドッキリ。イエーイ。ということで、はい、今回はどんどんスカートが短くなっていくというドッキリするんですけど、はい、見つけてくれるかというか気づいてくれるかというか、そうだね、そういう現象です。で、ゆめかちゃんはどんどんスカートが、そう、もともとでもゆめかっていつもこれぐらいのスカート履くじゃん。どこまでじゃあ短く折っていけば気づかれるかっていうのをやりたいんですけど、まあ、ちょっと不安なのはもともと長さがさ、ソルトはちょっともうちょっと長いの履いてるんですけど、ゆめかはこれじゃん。ワンちゃん気づかないかもしれないからもうソルトちゃうんだ。たまにゆめかちゃんパンツ見えそうだね。短いこれよりも短いスカート履くときはあるから、うん、どうだスカート見る？そのスカート、あー、あんまり。でもひーちゃんとか確かに、あの子は見てるよ。でもそこ気づかんかったらなんかねショックやな。ちょっとショックやな。もうちょっとゆめかのこと見てってあるよね、うん、でもまあそれも反応じゃん、うん、それとは今この長さ結構長いよね。ロングスカート履いてるんですけど、実はこの子切るんですよ。服着ます。1段階でボタンあるもんね。ボタンでレベルを決めていくこと。やばいね、これさ最初気づかないやん。でもさどんどん見えてくるよ。大丈夫。でも途中ちょっとバレてももう強行突破してもう腹巻きみたいなここだけね。はい、ということで一人ずつ仕掛けるんですけど、最初にゆめかが仕掛けたいと思うので、はい、今持ってってください。今持っときます。シミュレーションしてて頭の中で。これ一発勝負だからね。本当に一発勝負。じゃあまたパテンとか頑張る。頑張りましょう。じゃあそれでは、はい、やっていこう。フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内に出てくるキーワードを LINE に送っていただくと限定画像限定動画がもらえます。もしよかったら送ってください。お願いします。お願いします。フルーツポンチ、じゃあ早速ね、はい、隠しカメラセットして来るのを待っていきたいと思います。はい。アンパンマンチックだよね。アンパンマンじゃないよ。アンパンマン通ってない。アンパンマンチックだよね。アンパンマンチックって何？キャラクター的な存在とか。ゆるキャラ的存在。国民的アイドル。え、じゃあ何？食パンマンさんもジャニーズ的な。イケメンだから、国民的イケメン。バキマ派だからさ。ひーちゃん長ネギマンね。天丼マン。天丼マンだよ、絶対。絶対天丼マン。なんで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 天丼マンっぽそう。ひーやったのね、悪口じゃん、これ。いやー、逃げない。逃げない。めっちゃ悪口やん。逃げちゃう、逃げちゃう。天丼マンっぽい。逃げてきましたので、まず1回戻りたいと思います。どうですか？一折りした。これで気づいたらすごくない？もうこれぐらい2回で注意される JK のスカート。じゃあなんかみんなさ、赤ちゃん帰りか、ほらほら、アンパンマン帰り。え、なんか近づいてる。え、本当に？だってさ、なんでわざわざ狭いとこになんでここ見てから座ってたの。だっていいやん、あっち行って、あっち行って。なんだろ、ほんとに久しぶりにこのスカート履いたの。確かに久しぶりに見るかも。でしょ、かわいいしょ。足何もスカート運転出ていく。バイバイ。スカートにさ触れたのに全然気づかんのダメだ。懐かしいわ。なんか高校思い出すね。高校生いかにバレずにスカート。え、待って、結構教えてるんだけど、これこうやってこうやってこうやってすっごい甘い匂いする。なんかしたくなっちゃったな。え、これしよう。これ何？時計する。いいよ、カメラ回して。えっ、どれかな。え、ひーちゃんみたいな。おいしてそこの隙間にこれ塗るから。いいよ。放課後の JK のスカートやっぱり。うわっ、これさ髪の太い見えるよ。さっきちょっと膝ぐらいだったのにさ、もう結構攻めたよ。今の感じで練習してならないしょ。いや、なんで何してんの。アイドルいいでしょ。はいはい、アイドル好きだからアイドル来て。やだ、なんで。怖いもん。だって今のこと愛してるの。違う、ここが良かったの。ここ、あ、じゃあいいか。あ、分かった。じゃあ次。いいよ、分かった。それでいい。何隠してるの。何もないから、早く。いやだ、いやだ、いやだ、いやだ。でもちょっと嬉しいでしょ。ちょっとかばってもらえて。怖いもんだって。じゃあかばないよ。じゃあいいよ。いいよ、じゃあかばんとこに行っちゃった。ひどい、それは極端やな。もう何か一回出よう。つらいよね。なんかいかん。なんかこういう時だけ感がいいのか悪いのか分かんないか。全く気づいてません。なんかパクらんでるしな、絶対。みんなパクらんでるやん。いや、これ以上気づかなかったらもうモザイクになるんですけど、モザイクよりめんどくさいのちょっとやりたくないんですけどさ。あまり見てないみたいで、調べること。やっていきたいと思います。汚すぎる。ね、巻き傘って言うよね。言わない。言わないって。早く終えるよ。いいよ、ごめんな。ちゃんと見て。前髪切った？切ってない。カラコン変えた？変えてない。変えた。メイク変えたんだよ。変えてないよ。じゃあ分かった、ゆめかのことちゃんと見て、3秒で答えなかったらゆめか変えるからね。1、2、3。何、表で分かるの？何？あ、お尻入れて。ねえ、やだ。パンツ見ない。今日とて見えて。パンツ見ないで。いつも通り。ちょっと後ろ見て。で、
ほら、いつもじゃん。はい。なんでまたそうやって。諦めるわ。お尻見てるって言われたから気づいてんのかな。でもいつもくらいだと思ってんのかな。短くなってるとは言われてないよね。決定的なワードじゃないよね。もうさ、攻めていいんじゃね。ということで攻めちゃいたいと思います。これって言っても気づかなかったら何か進んでる。そのやっぱさ、常に見えてたら、うん、正味いいの、うん、たまに見えるのがいいの。まあ、でもね、あの子はやっぱ美脚だし、ゆめちゃんのは何回見てもやっぱ飽きないわ。やっぱ彼氏役として、彼氏代表なんですね。なんか2人は平和に幸せになったらしい。ねえ、何それ、応援してくれるの。うん、まあ、ゆめか一回告白してみたらちょっと。オッケー、プロポーズ、プロポーズ。あ、待って、ほらほら、わかめちゃん、わかめちゃん、これからもあなたのカツオくんとして一緒にいてください。カツオくん兄弟だよ。カツオくんって兄弟だよ。すごいわの。え、なんだよマジで。そういうの目指してるの。なんかやめた、その動き。なんか、なんでなんで言ってくんないの。なんでそんなバカみちゃんなんだよ。なんでいちいちあっち行ってるしな。わかんない。バカみちゃんって言われた。これで出て行ってみよう。これで行きたいと思います。ちょっとやだ、恥ずかしい、見ないでみんな。真ん中のやつをせっかくだし下げてスースー剤塗ってあげようか。最悪、連携プレッシャーとしたら、うちが下ろして、塗ってよかった、痛がってよかった、感が鋭かった。ちょっということで、まあ、この後にハルトとアカネ来るじゃん、うん、ハルトはロングスカート切っててやるんで、あの知らない手でリアクションもしよう。あ、分かった、オッケーです。こっち側の人間でも人で、あの2人に一緒にやりたいと思うので、うんうん、2人回したいと思います。何があった？ヒーちゃんと。すげえ、これ見て。誰と誰の目と目があったの？ちょっとヒーの。ああ。ちょっとトイレ行ってくる。いってらっしゃーい。ではでは、スカートを切っていきたいと思います。まずは膝をちょい下ぐらい。なんかスウェットってさ、影みたいなやつやから、あんまり気づいてもらえなそう。どういう風に、ここ？なんか映るか。でしょうか。では持っていきたいと思います。めっちゃね、世話しないとね。おかえり、 おかえり。難しかったトイレするの。あ、やっぱり多分3分後とかにまた行きたくなるんだよ、うん、あ、分かる。そう、我慢しすぎると何秒間残ってるもん。そう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 、やめろ、単尿言うの。10代やもん。トマゴッチしようよ。え、トマゴッチ買おうよ。みんなで買おうよ。思ってた、こんなんじゃんな。そうそう、何色？黄色っぽい。あ、黄色だったよね。黄色と水色とさ、ピンクあったよ。ピンクだった。あ、そうなんだ。ピンク。みんな携帯見てた、寂しいな。私も食べてほしいな。見てる見てる見てるよ。いいよ、今日も。そう、足出しちゃって。足出しちゃって。セクシーだね。あー、セクシーだね。セクシー、セクシー。じゃあ、私ちょっと残尿感になるから、ちょっとトイレッチしてくる。聞いてください、誰も気づいてくれないです。これはどういうことでしょう。ソートのこと気づいてくれないです。なんで、もうちょっと膝をちょい下まで切っていきたいと思います。尻尾みたいになった。切れたので行きたいと思います。次こそ気づいてほしいよね、これ。どう、おしっこ出た？おしっこも出た。よかった。そしたらまた行きたくなるよ。やっぱフルボには美脚担当がたくさんいるね。なんかおっちゃんみたい。セクハラするおっちゃん。体勢もいいね、でも。じゃあでもゆめちゃん嫌がってないし。なんか。え、ソルトもやってたかな？大丈夫。僕もちょっとやりたいわ。あー、いいっすわ、いい足した。いや、いい足。すべすべ。すべ。かわいいな。すべ。おうち
チキのキャラクター何が好き？口パチ。よく話しかえこいつ話しかえた。確かに。負けたよ。マジでさ、不要なんだよ。それだってこれは分かってくれさい。なんで言わないんだよ。あ、確かに。なんだ？なんだ？はい。と言いました。で2人で来たんですけど、一旦デザインなんか今流行ってるじゃん、なんかスリットそれ難しかった。お、いいね、いいじゃん、セクシーになった。見て、どう、みんなどう、ほらほらほら、あの嫌なお色気これで行ってみよう。ちょっとミリル座ってアピールしてみよう。あの二人ね、ダメ、気づいてないわ、全然たまごっちばっかで、ね、ちょっとアピールしてこう。どこでも行けちゃうよ。はるかも爪やばいわ、マジでね、取り出す、結構ね、爪とかじゃない？いや、ソルトはね、たまごっち似てるから、見てる、たまごっち似てるから、うん、顔たまごっちみたいな、やっと見てくれたと思った、顔たまごっち、顔そっちじゃないよな、え、髪型でしょ、正解正解じゃない、正解じゃない、メイク変えたの、メイク変えてない、アイライン長くした、あんまり変わってない、難しい、サラダ、あ、痩せたの、足痩せたよみたいな、さっきからこうやって見せてくるの、さっきからすごいなんか、うんみたいな、あ、それは見てたの、あ、そうです、そう、セクシーすぎてちょっとドキドキしてた、私は旅に出ます、いただきます、え、これで気使ってみんなにソルトに関心ない、まさかもうちょっと切っていこう、すごい、これはすごいよ、そろそろ変化に気づいてくれると思うので、同じくらいだもんね、いけるかも、良くない、それはやる、おかわり、なんかデザイン変じゃない、しかもなんか光って出せると、え、いじめられた、こういうデザインなんかも、あ、流行ってんのそれ、流行り、今のなんで気づかなかったの、これたち短いの持ってなかった、結構前にこういうの履いてた、え、前に一回着てた、このスカート着てたんじゃん、着てたと思う、すごい量が出て、着てたね、この間着てたの見てるから、この間着てたよ、見たことあった、うん、いつも見てる、私のこと見てる、見てるよ、ありがとう、見てくれて、見てるよ、いっぱい、なんかおかしくない、何でした、なんかあのスカート持ってない、本当に何から拾ってきたみたいこれひどいな、だってそうだよね、なんだって最初、ちゃんともう一回見てみる、そうそうだよ、次見てみる、ちょっとなんかね、あのちょっとだけエクリノがプレイしてんのを見たらしいです、やっぱり私に関心がない2人ですね、もう次はがっつり切っていきたいと思いますね、それにこれに気づかなかったらアウト、行ってまいります、どうしよう、今早く食べられないし、眠くなってきたな、みたいにしていきたいと思います、パンツ丸めんやん、恥ずかしいな、切れました、行きたいと思います、どこ行ったの、デソルト、うん、お花摘み、お花摘みやね、トイレ近いな、ティカーブでさ、何、おい、なんか可愛いスカート、え、切ったでしょ絶対、え、こんなこと、え、短くね、だってワイシャツ出てるよ、後ろ向いてみて、ワイシャツどこ、趣味じゃないの、どういうこと、ということで本日の企画はスカートがどんどん短くなっていくのき、イエーイ、実はここが仕掛けになって、私がこの
2人しか書けないで、ネタバラシしてるんで、あの今は2人だけです。いつゴロゴロ、え、元はこんなんよ。えぇ、全然見てなかった。だから見てとか言ってたの。たまごっちばっかり。え、あの時からこんな短くなってる時でも1週間前履いてたよね。履いてた。え、これ切ったの。切った。え、もったいないよ、切っちゃったの。 YouTube に NG なしやから。いや、すげえ、さすがだな。もはやそのスカートここにある意味ある。今気づいてくれた喜びで切ってしまった。2人とも携帯とか見たり、たまごっちばっか見て、こっち見てくれる。かまってくれる。かまってくれる。あのさ、ちょっとやんできた。こっちもかまってもらえないしさ。そうだよ、こっちもかまってもらえないし。なんか仕掛けに間違えた。違う。でもまあ、おらってもらった。この人は自己アピールがすごいよ。そう。もっと積極的に謙虚やったな。でもまあ、見てくれなかったからこそ成立すごく聞いたよね。そうですね。まあまあ。気づいてもらえてよかったということで、はい、本日のキーワードは、ずっとニヤニヤ見てたひーちゃん。変態でごめんなさい。お願いします。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。もしこの動画がいいなって思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。また次の動画を見てください。バイバーイ。気づいて